えー、万引き家族やマザーのように虐待された子供を連れ去る物語の見て気になったのですが、えー、誰かが法を犯したからこそこの子供は生き延びたけれど、法を守れば子供の命を見殺しにするという方が、法か命かの選択で何が正解なのかわからなくなりました。 のりくさんのご意見を聞きたいです。えっと、僕は基本的に法というのはあくまで自分が便利に生活するために、その大衆はこういう風な法を守った方がいいよねというのがあるだけなので、最終的にはその法を守ってでもその自分がやりたい目的があるのであれば、それは本人で法を破るというのも僕はそれはその人の判断だと思うんですよ。 だから法を破った場合は、その警察に捕まえられますよとか、刑務所に入りますよっていうのがあるので、そこのそのリスクだったり損失というのも覚悟を持ってやるんですかっていう話で、でもそのリスクや覚悟も別に構わんよ、俺は刑務所入ってもいいよっていうのでやるんだったら僕はそれは本人の判断なんじゃないかなと思うタイプです。一概に法がに触れるから悪いというわけではなく、 あの、トロッコ問題っていうのでよく言われるんですけど、ハーバード大学の政治哲学のマイケル・サンデル先生が、なんか白熱教室みたいなので割と有名になったんですけど、電車が走ってますと。で、あの、電車が壊れてしまいました。で、もう止めることができません。で、まっすぐ走ってきます。で、電車の線路がこう二つに分かれてると。で、一個には5人の人が線路に縛り付けられてます。 で、もう一個の方は、一人だけが縛り付けられてます。で、電車の線路の切り替え装置のところに、あなたがいます。で、このまま切り替えないと、5人の方に電車は進むので、5人を殺してしまいます。で、あなたがスイッチを切り替えると、その線路は一人の方に向くので、一人だけが死ぬだけで、5人は助かります。さて、あなたは線路を切り替えますかっていう質問なんですよ。 5人の命と1人の命を選ばなければいけません。で、どちらを助けますかっていう話なんですよね。で、一般的には、あの、ま、5人を助けた方がいいよねっていうのになるんですよ。 で、僕は切り替えない派なんですけど、あの、で、その、切り替えない派である理由は、まあ、置いとこうと。で、なんでその、じゃあ、5人と1人っていうのだったら、やっぱり人間の命、多くの命が助かる方がいいよね。だから、5人を助けて、1人が死んだ方がいいよねっていうのが、一般的な、その、多くの人の多数の考え方なんですよ。で、じゃあ、今度は、問題を変えますと。その、5人を助けるって言った人ね。じゃあ、5人の知らない人が縛られていますと。で、 ボーイ一人の縛られてる一人は、あなたの子供です。あなたの子供一人を殺すのか、赤の他人五人を殺すのか、どちらが正しいですかで、社会の人たちにとってみたら、それは五人と一人の命なんだから、それは五人助けた方がいいようになるんですよ。でも、線路のポイントにいる、で、その命をコントロールできるのがあなただとしたら、 その、見たことも聞いたこともない赤の他人5人の命と、自分の子供命どっちが大事って言ったら、まあ多分親だったらほぼ 100%5 人殺すんですよ。も、ともとその社会ではどちらが正しいの大衆としては5人と1人だったら5人の命の方が大事だよねなんだけど、自分の思い入れとして赤の他人と自分の子供だったらそれは子供助けるでしょっていうので、社会としての正しいと、自分自身にとって正しいっていうのは違うことが往々にしてあるんですよ。 っていうのがあるので、その万引き家族とかの話に戻りますけど、その法律としてどっちが正しいのっていうのであれば、一般的には法を守る方が正しいですと。ただ、自分自身の問題として考えたときに、法よりももっと大事なものがあるよねと考える人もいるよねっていう、そういう話です。はい。というわけでお疲れ様でした。えー